皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。高校受験の面接の時、最近気になった話題とかニュースありますかと聞かれたら、地球温暖化について取り上げてみてはどうでしょうというお話なんですけれど、まず前半では実際に地球温暖化どうなっているのか現状について、それから後半ではどんな対策をしているのかということについてお話しします、ね、面接で最近気になっているニュースありますかと聞かれたら、地球温暖化、ね、これ取り上げやすいと思います。まず2023年の世界の平均気温、これが記録が残る1850年以降で最高だったんですね。 14.98 度。この温度だけ聞くと涼しそうな温度ですよね。でもこれって世界全体の平均気温ですよね。極地のマイナス40度以下になる地域も含めての平均ですから、かなり高いんでしょうね。これは EU のコペルニクス気候変動サービスというところが発表しています。そしてこの地球温暖化の原因となっている大気中の温室効果ガス濃度、これがやはり観測史上で最高だった、これも発表されました。そして地球温暖化のせいでアジアや北米、ヨーロッパ、アフリカ、これが熱波に、ね、すごい熱波に襲われましたよね。さらにカナダとかギリシャ、オーストラリアなどでは大規模な山火事が相次いでいます。このあたりが昨年の地球温暖化の影響についての現状だと思います。では次はその対策としてどんなことが行われているか、これについてお話しします。温室効果ガスの代表といえば二酸化炭素 CO2 ですね。この大気中の CO2 を減らそうという、試みは2つに分かれて行われています。1つ目は CO2 を出さない、それから排出量を減らす、こういう取り組みです。自動車業界では化石燃料を使わないで電気などこういうもので走る自動車の開発とか普及に努めていますし、エネルギー業界では再生可能エネルギー、つまり太陽光とか風力とか地熱などこういうエネルギーの普及に力を入れています。2つ目の考え方は大気中の CO2 を吸収するという考え方です。身近なところだと植林があります。植林、これによって植物の光合成を利用して空気中の二酸化炭素、これを吸収しちゃおうというものですね。光合成というのは空気中にある二酸化炭素と根から吸った水で、これによってでんぷんなどの栄養分と酸素を作り出す、こういう働きですね。これによって二酸化炭素を吸収しよう。もう一つ新技術でこんなものがあります。大気中の CO2 を岩石に変えると、これは実際にアイスランドで実用化されている技術です。この方法だと鉱物にして地下深くまで二酸化炭素を封じ込めるので、再び気体になって二酸化炭素が CO2 が空気中に出てくるというこういうリスク、とても小さいそうです。これからもどん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 新しい技術生まれてくると思います。それに期待するとともに、私たちは自分のできることをやってしっかり環境を守っていくと、こういう努力も必要だと思います。今回は、高校入試の面接の話題に地球温暖化、これに関するものを言ってみてはどうだろうという提案をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。